部長、私たち同じ習慣をずっと繰り返してます。本当に？うわ、みんな泊まり？長いね。僕たちタイムループしてます。できました。完璧じゃん。今から部長がくしゃみをします。最高じゃないですか。とってもイケてました。あ、もう全然大したことしないんだ。みんな泊まり？長いね。あんたたちちゃんと会社に来てんの意外。来週が突然来る可能性は常にあるんです。そうなったら大惨事です。原因って何だと思います？七久部長、私たち同じ習慣をずっと繰り返してます。わあ、みんな泊まり？部長部長部長。あー、もうやだやだ。時を止まれ。同じ場所で足踏みしてるような人たちと私は違うんです。そしてくたくたい風。黙っててごめん。繰り返しの日々から一瞬抜け出しましょう。お待ちしてました。部長は自分の夢とみんなのことどっちが大事ですか？本当に怖い。なんかからくりあるでしょう。